はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ハイボールです。はい、ジムビームのハイボール。ニューとなってます。以前発売したことがあるんでしょうかね。なんかあったような気がするんだけど。アルコール度数 7%、果汁が 0.1%、レモン蒸留酒使用。世界ナンバーワンバーボンブランド、ジムビームのハイボール缶です。2014年、販売数量、世界ナンバーワンってことね。原材料名が、ウイスキーとスピリッツとレモンと糖類と酸味料と、炭酸ガスとなってます。あんまりジムビーム嫌いなんだけどね。ぶっちゃけて言うと、ジムビーム嫌いなんだけど。まあ、あんまり期待はしないで、ね、行きますけど。それ乾杯。うわ、これや。これやで、ジムビーム。ジムビームっていうよりは、逆ジムビームやな。このジムビームの独特な香り。それよりもバーボン自体をこれハイボールにするのがあんまり好きじゃない。っていうこともないか。バーボン、でもあんまり好きじゃないんだよね。バーボンハイボールにするの。バーボンロックっすね。バーボンロックで飲むもんです。僕としては。ハイボールは普通に好きなんだけど、バーボンのハイボールだけは飲めない。なぜかずっと甘い。甘ったるくなるからっていうか、難しいね。甘いものがそもそもダメなのに、バーボンって甘いじゃないですか。だから、量が増えるんだよね。だから、総量が増えるんで、で、微妙な甘さになるんで、結果、微妙な甘さのやつを量飲まなきゃいけなくなるから、それだったら、いわゆる、ロックで冷やして、甘さを抑えて飲んだ方が、いい。そっちの方がうまい。と、俺は思います。だから、バーボンって言うとね、俺、バーボンでもともとそんなに飲まないんだけど、飲むとしたら、ジャック・ダニエルしか飲まない。バーボンはジャック・ダニエルしか飲まないですね。それもほぼロック。ロックでしか飲まない。バーボンは、安バーボンだと、まあ、アーリータイムズ黄色とかが、コスパ抜群なんですけど、まあ、買ったとしても多分、コーク杯にして飲むか、まあ、ロックで飲むかの、どちらかですね。はい、もうダメになりましたね。バーボンは。バーボンはあんまり好きじゃないんだ。この甘さがダメなんだな。甘さつうか、香りがねちょーっとするっていうか、なんていうか、甘たるい香りなんだよね。だから、ハイボールにするんだったら、やっぱりスコッチか、ジャパニーズでハイボールは作りたい。バーボンはダメ。ものすごいまずくなる。ジムビームハイボール
まあこれサントリーでしょ。あー、ジムビームストラスハイボール缶なんてあったな。グレープフルーツ味。これがレモン味だと、一応レモン入ってるから。これのグレープフルーツ味もあるみたいです。ジムビームは白と黒とライト、ハニーとプレミアムっていうのがあるみたいですね。あ、まだあと、なんかいろいろある。高いやつは。あるみたいですけど、俺が飲んでうまいか、うまいっていうか、どれもまずいんだよな。うん。だから、結局、世界でナンバーワンに売れてるとかなんとか言っとるけど、世界で売れてるからって言って、ジャパニーズっていうか、まあ、少なくとも俺の口に合うかどうかっていうのはまた別物なんだよね。うん。ジャパニーズ人間に合うかどうかって、結局あれですよね。ジャパニーズに合うかどうかなんて、したことじゃないっていうか、むしろ合わないんじゃないかっていう。世界がっていうか、まあ、結局アメリカンウイスキーだから、アメリカの人が好きかもしんないけど、アメリカの人って味覚がパーだから、まあ、パーって言い方もおかしいけど、まあ悪いけど、正直、あのアメリカの人が食う、あの、ポテトチップスとかは、ものすごくまずいんだよね。だからその傾向からいくと、まずい。アメリカで売れてるからといって、日本人がうまいと思うかって言ったら絶対思わないと思う。むしろ 100% 多分まずいって言うんじゃないかって思う。だからアメリカの口に合わせて作ってるやつだから、当然、だってアメリカンウイスキーだからね。それはアメリカの口に合うさっていうことですよ。うん。だから、ハイボールはやっぱジャパニーズかスコッチっすよね。特にまあ安くてうまいって言うとやっぱ角ハイボールになるんだよな。しかも自分で作った角ハイボール。もしくはあの缶の、ハイボール缶のあの濃いめが好きなんで。うん。濃いめですね。まずいね、やっぱね。甘い、うん、甘いっていうか、香りが甘いんだよな。別に味自体はそんな甘くないんだよ。香りが甘ったるんだよな。こう、なんか不思議な香りっつうか、するよね、なんかね。やっぱハイボールで、一番コスパ高いハイボール作るっつったら、角ハイボールの、黒角で作るハイボールになるんだよ。てか、そういえば黒角はあれどうなったの？終了したの？サントリー角瓶、黒角は死んだんですか？あれは。あ、そうか、角瓶値上げしたんだっけ？値上げしたんすよね。角瓶ね。どいつもこいつも、ジャパニーズウイスキーが値上げでうまい。死んでくれよ。あ、ないわ、やっぱり。比較と黒角しかねえよ。あ、違う、白角しかない。希望商売価格が1590円。ちょっと値上がりしたのかな。多分200円ぐらい値上がりしてるんですよ。サントリーのウイスキーで、
まあでもサントリーはウイスキーは結構うまい。いや、うまいってこともないんだけど、まずいのはまずいね。ジャパニーズウイスキーはまずいんだけど、スコッチとかうまいんだよね。まあそもそもサントリーが作ってるわけじゃねえから。あくまで販売をサントリーがしてるだけで、別にサントリーが作ってるわけじゃねえから、別にお前を褒めてるわけじゃねえんだよっていう話なんやけど、あの、スコッチはうまいんだよね。サントリーが販売してる、ね。ボーモア、マッカラ、グレンフィディック。あ、グレンフィディックはあんまりうまくないけど。マッカラ、ボーモア、ラフロイグと来てるからね。もう三つぞでも、三種の神器みたいなのが揃ってんですよ。スコッチは。で、ブレンデッドの神かどうかは知らんけど、バランタイン、まあ、万人受けしてるバランタインと、俺は嫌いだけどね。バランタインと来て、で、アメリカンはもうダメっすね。アメリカンは、まあ、ワイルドターキーとか、メーカーズマークはいいとしても、ジムビームはな。全くいらない。もうカナディアンはカナディアンクラブやろ。だからあらかた揃えてんじゃね、サントリーもね。ただジャパニーズはまずいっていう一言に尽きる。ってこともないけど、まあ山崎はまずいんだよ。ほんと不思議だよね。山崎の12年以降はうまいらしいんだけど、普通の山崎の無印はノンエイジはまずいって。ものすごくまずい。コスパが最悪という事実。で、あとは、サントリーレッドはまずいでしょ。トリスもまずい。トリスクラシックはうまい。ああぐらいか。で、白州もまずい。俺も白州嫌い、俺白州嫌いやから。白州と山崎大嫌いだからね。ウイスキー好きだけど、こいつらもうダメだね。コスパが悪すぎても。もう1000円ぐらいの価値しかない。1000円で売られても多分俺買わんね。山崎と白州が多分1000円で売られても俺買わん。本当に買わん多分。ガチレベルで買わない。なんでかっていうと、薄い、どっちもね、無印はね、あ、無印っていうか、ノンエイジはね、ものすごく薄い。こういうさ、カリラとかさ、まあ値段としても大体同じぐらいでしょ。カリラ。これ4600円ぐらいだけど。山崎も4000円ぐらいでしょ、あれ。あれ4000円ぐらいちゃうかったっけ。これと比べたら雲泥の差です。ということで、ジムビームハイボールまずいね。一言でまずい。まあ、分かってたけどさ。分かってたけど、一応ね。一応、飲んでみたんです。まずい。二度と買わない。2451、ご視聴ありがとうございました。